ひまちゃん、お風呂入ったの？え？どうしたの？もう見ての通りです。なんか、元気がないようだけど。見ての通りです。ジーン！ということでですね、今説明したんですけど、私は落ち込んでいます。私が落ち込むことってそうそうないんですよ。まあよく落ち込んでるんですけど。でも、違うんです。私がなんで落ち込んでいるか、わからないんですよね、絶対。だって、言ってないのもん。で、私が何でこんなに落ち込んでいるかというと、コメント欄です。コメント欄です。で、実は YouTube じゃなくて TikTok のコメント欄に落ち込んでいます。ジーン。何の TikTok のコメント欄かというと、まあね、まず YouTube に私のガチ歌を披露してる ASMF っていうチャンネルがあると思うんですけど、で、それのチャンネルの TikTok アカウントがあるんですよ。その TikTok アカウント、で、私の歌もね、載せていただいてるんですけど、で、それ切り取ってるんですよ。切り抜きで載せていただいてて、で、それがなんかバズっちゃって、で、私の歌に対する批判コメント批判って言っていいのかな、わかんないけど、まあ、いろんな意見、多数意見がね、寄せられているわけですよ。で、それに私は落ち込んでいます。じゃあ、今から見ていきますか。はあ、これ見るたびに私は落ち込むんだじゃあ見ていきますっていうやつなんですけど、演歌歌手向いてる変わった歌い方ですね。まあ、演歌の方がいいよすいません、足踏み気になるわ。いや、無難じゃんなー、おいみたいな。まあまあ、癖ありすぎ。まあ、みたいなね。みたいなですよ。みたいなのがあるんですよ。他はね、同級生とかに見られるの嫌じゃないのかな。お腹の腹筋足りないのかな。辛そう。グザグザグザ。新しいクリティカルヒット。クリティカルヒット。みたいなですよ。久々ですよ、本当に。こんなに、なんていうの、真面目なコメントをいただいたの。いや、皆さんもね、いつもコメントいただく方真面目で、すごいありがたいコメントばっかりいただくんですけど、まあこれもね、自分の結成中の糧になるし、ですがやっぱ久しぶりにこう、あーコメント欄ってなったっていうお話です。それでですね、まあいいんですよ、私別にそんな気にしないタイプだから。でもまあちょっと落ち込みましたけど、で、今日なんかやっぱりちょっとこう勉強してる間とかもさ、あれどうやってやれば解決できるんだろうなと思って。そうだ、私にはたくさんのこのフォロワーさんがいる、視聴者さんがいる。じゃあみんなに私のことを慰めてもらおうと思ってインスタでストーリーで今に対して何でもいいのでメッセージをいただきたいですと言いました、2時間前に。そしたらいろんな方がに対するコメントをしてくださいました。ありがとうございます。ではですね、見ていきたいと思います。マジでマジでやばい。あ、やばい、名前はね、じゃあお隠しするんですけど、もうマジすーごい量を2時間で皆さんね、送ってくださって、ほんとありがたいです。ありがとうございます。じゃあ見ていきましょう。まず1個目、プラプラブ、元プラプラブの佐野丸さんがコメントをくださってる。ありがとうございます。透明感すごくてめちゃめちゃ可愛い、トゥルントゥルンガールだって本当ですか。私透明感すごくないですよ、本当に。ありがとうございます。もうなんかもう傷癒された。次、なんか一番上に歯が綺麗だよ、ひまままとか言ってきてるんだけど、ちょっと待って、ママこれこれえ、歯か、歯。ありがとうございます。次行きましょう。毎日癒されて学校頑張ってます、だって。ありがとうございます。いやー嬉しいですね、これはね。いやー、私に対する嬉しいコメントありがとうございます。私のモチベがひまちゃんです。ありが
とうございます。しかもアイコン暇だし、もうとにかく可愛い。いやー、ありがたいね、嬉しいね、本当に。いやー、もう今心の癒され度半端ない。なんでひまちゃんそんな肌綺麗なの、嬉しい。ありがとうございます。なにこれ、なんかすごい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 。ひまちゃんは存在が宇宙国宝、尊き永遠の推しだって。宇宙国宝。ありがとうございます、嬉しい。明るくて太陽的存在だから黄色のイメージ強い。そして前髪綺麗で憧れるし可愛すぎるだって。ありがとうございます、嬉しい。ひまちゃんに可愛すぎて一目惚れしました、好きですだって。告白。え、ありがとうございます。目、口、鼻、輪郭、髪型全部可愛い、プラス性格も。いやースペシャルセットありがとうございます。めっちゃもう褒めのオンパレードじゃん。ありがとうございます。なんかテンション上がってきました。ひまちゃんに出会ったのめちゃくちゃ最近だけど、可愛すぎて目が離せません、大好きです。だって私も好き、ひまちしか勝たんだって、嬉しい。あ、なに、ひまわりのように周りを明るくしてくれるひまちゃんは唯一無二の存在です。みんな、なにこれ、もうこれ永久保存動画にしましょう。これもうすごい動画です、これすごいわ。全てが最高です、好きすぎる。絶対ひまちゃん彼氏できると思うよ、頑張れ。だってマジか、私にも希望の未来が見えます。ひまちゃんの笑い方大好きだって、もうこれからもずっと笑っちゃうわ。ありがとうございます。え、ひまちゃんを目標に毎日可愛くなろうと頑張ってます。嬉しい、好き。なんかここら辺のゾーンすごい。待って、ひまちゃん本当に可愛すぎる、本当に同い年なのってぐらい頑張っててすごい。小さい頃からもちろんだけど、ここ1年とかでも垢抜けてる。同じバレー部にひまちゃんのことが好きすぎてやまない子がおります。目指しているらしいです。いつも楽しく YouTube 見てます、可愛いひまちゃんが大好き、これからも応援してます。ひまちゃん本当にどんどん垢抜けていって、本当に可愛くて同じ中3とは思えないハート。ひまちゃん本当に何事にも全力で頑張っていて偉いし、年上なのに尊敬してる。無理はしないでね。ひまちゃんよりも10個以上上だけど大ファンです。わー、好き、みんな好き。あー、もうみんな大好きです、本当に。みなちゃん本当にありがとうございます。もう本当に本当に、私はもう、あれ、私なんでさっき傷ついてたんだっけってぐらい、私は今もう心の中がピンクで黄色でハッピーです。ピンクで黄色で、いやすごいわ。すごい人も、私は30代でひまちゃんと全然年齢離れてるけど、ひまちゃん大好きですだって。なんなの、ありがとうございます、嬉しいです。やばい、永遠見れる、やばい、マジで可愛いだって、うん、マジで可愛いだって、嬉しい、すごい嬉しいね。ここ1ヶ月以内に親から YouTube の使用許可をあげたので、一番最初にチャンネル登録しました。ありがとうございます。今今年60万人目指しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、キャワタンタンだって、嬉しい、ウレタンタン、ちょっと違う。恋愛相談に乗ってくださいと、乗ります、乗ります、全然乗ります。あ、今度恋愛相談動画撮るね、そうしよう、恋愛相談動画撮りましょう。いや嬉しいですね、本当にね。 YouTube 勉強撮影本当頑張ってて尊敬、35歳、主婦よりだって、嬉しい、ありがとうございます。数年前のスクイーズの動画の時から応援してます、いつも可愛くて尊敬、いや嬉しいね。あ、ひまままのおかげで夢が決まり、歯科衛生士を目指して頑張ってます、だってひまちゃんからも元気もらってます。これはママが喜びますね、今寝てるので、あと明日言いたいと思います。え全米がな、全米、全米が泣いた、あの前髪事件は一生忘れません、だって逆に忘れてほしいです。私このコメントでお米10杯食べれる。じゃあ最後、最後は、頭良くて可愛くてみんなを癒して最高かよ。でさあ、なんなの、私もう YouTube あと15年続けられる気がしてきました。え、もうちょっとかな。あ、なんで私悩んでたんだろうってくらい、みんなからのコメントにめっちゃ励まされました、ありがとうございます。ということでですね、今日はあの過去一、始まりと終わりのテンションがもう真逆っていう動画になりましたが、私はとても元気づけられました。皆さん本当にありがとうございました。いや嬉しいですね、いやー、くれちゃうわ。ということで、今回この感じで終わりたいと思います。まあね、そんな落ち込んでないですから、皆さん本当にあんま心配しないでください。まあね、あのこんな感じで私も歌をもっと頑張っていきますので、皆さんぜひたくさんコメントよろしくお願いします。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ、ありがとうございます。インスタのフォローもお願いします。嬉しい、嬉しい、ツインテールがめっちゃ似合ってた、可愛い。今からツインテールにしようか。鼻水出てきた。あー、やばい。